はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。リオスです。これから体重と体を見ていきます。お願いします。体重 101.8、 体脂肪 31.2 です。体はこんな感じです。まあちょっとずつね、じわりじわり、ほんと少しずつ脂肪減ってる気がするって感じですね。もうちょっとずつ、一気にガンとは体重減ってないですけど、ちょっとずつね、続けて頑張ってます。よし、このままね、諦めず続けることがとても大切だと思うんで頑張ります。よし、はい、近況とちょっと今の気持ちとか話していきたいと思います。まあ今日でダイエット始めて27日目です。もう残りもう少しでも本当に30日が経とうとしてます。で、まあ毎月その1ヶ月終わったら、その今月はこういう感じでしたみたいな感じでね、身体測定をやろうと思ってます。もう体移して、うん、あの場所でね、うん。でだからね、やっぱね、正直言うとね、まあ不安は割とあります。やっぱその1ヶ月おきに体重測って、その全く変わってなかったらどうしようとか、体重変わってても見た感じ全く1ミリも変化なかったらどうしようとかっていうね、ちょっとした不安はねあります。うん、けどね、そこはもう自分を信じていくしかないし、まあこうやって頑張るって決めたんで、それはもう頑張っていこうと思ってます。うん、で体重もそのあれあんまり変化ないっていう風に前話したんですけど、正直言うとそのちょっとずつ痩せてます。もう昔みたいに一気に何十キロとかは痩せないですけど、本当に脂肪をあれだけを本当なくす、うん、気持ちでトレーニングしてて、だからちょっとずつ痩せてますね。多分だけど毎週500g から 800g ぐらいの勢いで痩せてると思います。うん、だから正直言ってまあ順調にいってますね。だから気分もね、割と全然悪くないですね。なんか力がなくなるとか、そのスタミナ切れとか、そのダイエットしたらやっぱこういうのあるだろうっていうのが今のところない感じ。うん、本音言うとね、ダイエットしてるっては分かってるんですけど、体は多分ダイエットって気づいてないと思います。うん、だからこれが理想かもしれない、正直言って。ダイエットって思ってなくてダイエットしてるみたいな。食事もね、正直あれカロリー的には毎日2700は取ってますね。うん、だから割と食べてます。うん、割と食べてトレーニングもしつつ痩せてるって感じです。今一番いいぐらいな感じで痩せれてます。うん、だからこの調子でまあ続けることがダイエットにおいて一番大切と思ってるんで、何があっても諦めない気持ち。もちろんね、日頃辛いこととか嫌なこととかね、たくさんあります。でね、もうイライラするからもう食べたいなっていうのも、もちろんね、僕も人間なんであります。まあ、けどその時になんか思い浮かぶことはやっぱりね、こうやって応援、いろんな人に応援していただいて本当ありがとうございます。うん、これもう本当に全力でやらないといけないなっていう。もう正直ね、これはね、本音を言うと、まあ、まだ始まったばかりですけど、僕の力ではないんですよ、僕のダイエットは基本的に。はっきり言って俺はもう入れ物みたいなものなんですよ。で本当周りがなんかもう本当応援してくれてるし、なんか頑張ってくれてるから、俺もそれにちょっとでも答えないといけないなって気持ちが一番でかいんで、その気持ちで一応頑張ってます。ありがとうございます。うん、だからまあ今のところはね、まあ、順調です。うん、まあちょっとね、だから不安はその身体測定の時にちょっとでも変われてるかっていうのに恐怖なんですけど、まあもうその日はもう外で来るんで、まあ来たら来たらでね、ちゃんと移して頑張ります。うん、よし、とりあえずね、諦めず頑張っていきます。まあ、まだまだ始まったばっかなんでね、もうこれからなんですけど、あれ今ダイエットはやっぱね、長くやってるからこそ、その何があるか分からない、明日明後日のことじゃないからこそ本当に楽じゃないことだと思います。うん、じゃあね、僕も頑張るんで、みんなもあれお体気をつけて頑張ってください。ダイエットしてる人は一緒に頑張りましょう。でダイエットしてない人は応援してください。頑張ります。うん、前回は僕があれ増量中はみんなダイエットしてるけど、俺が増量ってことで応援してくれたと思うんで、今回はね、僕ダイエットですけど、みんな増量してる人とかいろんな人がいてます。うん、ダイエット全然関係ないけど違うことで頑張ってる人とかいろんな人いてます。もう見守ってください。頑張ります。よし、うん、じゃあね、また会いましょう。またね、バイバイ。ありがとうございます。頑張ります。